はい、今日も朝から朝ごはん、6時か。よっしゃ、これから朝ごはん作りましょうね。昨日のまず作ったものを見てみると、ちゃんと残っております。これが楽だよね。揚げ物とかなんかはね、このように作っておくと、お、ご飯出来上がりましたね。少し見てやると、こっちが残ってますね。よいしょ、電気つけなきゃ。ご飯は炊けたんで、カモカモしていきましょう。ね、こうやっておくと、ご飯がパリパリッと固まらなんないですね。これね、まずもつ煮がね、残ってますから、この人たちは何かに入れて取っとかんといかんな。ここまでね、煮込んであげるんだよね。あの汁がたっぷりだったのをね。こうすると、うまいですね。調査食べますから、鍋に入れておきましょうか。これはね、自宅カフトの、なんだっけ、ミルクパンですね。ジダクラフトっていうのはもう有名なアメリカのメーカーですね。お鍋メーカーとしては、フェラーリ・ポルシェみたいなもんだね。BMW でもいいけどね。俺には縁がねえよ。これね、今まで冷蔵庫入れとけば、また夜楽しく食べていただきます。朝から何を作るかというと、もう決まってますね。朝は必ず、お魚を焼きます。鮭ですね。これだ、鮭ね、入れちゃいましょう。それで、ちくわにウインナーか、ベーコンもあるね。ちくわにウインナーだな。今日はジュージューとお肉焼けばいいかしら。豚に牛ね、2種類焼いてあげましょう。これはもうないね、今日は。唐揚げは残ってる。うん、と同時に必ず味噌汁が作り始めます。ジムさん、お湯を沸かさなきゃないんですね、必ずね。いつも私たちは大抵そういう風にして料理の始まりを作ります。よいしょ。まずは鮭ウインナーだね。鮭さん、鮭さん、いらっしゃい。これも安売りです。230円で3個。基本的に僕は1個100円というのをラインだと思ってますから、230円だったら安いじゃんって感じですな。なんか色黒いね。どうしたの？これなんか色黒いよ。腐ってんの？そんなことない。悪くなってないよ。でもちょっと不思議なんで、一応洗って、まあ遠くで切られて、やられて、冷凍されて、それからわざわざここまで来てくれて、私たちの体の一部になってくれるなんて、それじゃあ向かいませんか。これでまず一品。どうに何を持っていますかと申しますと、ウインナーだね。お弁当に1本持ってて、おじいちゃんに持ってきて、次に考えて、大体4つ。いつも4つ。ね。4つをどうするかというと、ザラメを切ります。まずこういう風に切れ目を入れてあげて、そのまま反対からまた切れ目を入れてあげる。ね。切れ目を入れて、だからただこれ焼いちゃうと、なんて言うんだろう。中が、火が通らないよね。だから美味しくないんだよね。
こうやって置いてあげるとちゃんと焼けてくれますね。そのままね、こうね、きゅうりなんかもこうやって焼きますよね。じゃあ、ざるにしてあげます。きゅうりが焼きました。きゅうりでいいのかな。きゅうりでアスパラ、きゅうりね、きゅうり、きゅうりないぞ、きゅうり。それか、こいつらはそのまんまオーブンだけど、サラダ一緒にね、焼けてくれますから、小さい皿使うこともありますけど、大抵はこれ、このまんま下の方だ。よいしょ。で、キュウリちゃん洗ってあげて、中に通ってもらって、はい、ね、ちょっと楽しいよねこれね。小さい子好きだったね。チーズ入れるのとね、きゅうり入れるのがあってね、もそもそって食うんでね、楽しいよね。お袋のお袋の味かよこれがみんなこれ食ったよね多分ね。はい、もうこれでいいでしょう。思い出はきゅうりとともに、ほらもう一品できた。うん、うまい。おりんぎね、だいたいおりんぎは豚と合わせることが多いかな。何と合わせるだろうね。ちょっと角っこを出るように切りました。おりんぎと青いものね、これで何ですな。これで豚だね今日はね。これで白ワイン散らしてあげるとね、ちょっと美味しいよね。もうちょっと薄く切った方がいいね。火の通りがね大事ですから、これは洗うというよりも組織の中に水を放り込んでやるというのがいいかね。大きいですね、キノコの場合はね。おやおや、靴に入れてきてるぞ。さてと味噌汁は何で作るかな。何だろう、味噌汁の具が。今そういう時は食べてるね。味噌汁の具合がないと今日キャベツにしましょう。うまい、ハートでいい。ね、味噌汁の具合がないと今日キャベツ。キャベツは大体ありますけどね。で、僕は大体キャベツはここを1回、2回、3回切ってあげますね。で、あとはこう
大体美味しくできます。キャベツは味噌味がすっごく合いますよね。僕大好き。ここに薄揚げかなんか入ればもう万能だね。万能キャベツもいいですね。フライパンでエリンギがこんがり入りましたね。万能キャベツの方はこっち側だね。豚ちゃんね、これね、脂身が多いですから、この人たちはこのまんま落ちてきてください。広げてないとダメだね。これは注意深く広げてあげましょう。今もう2品進行中でしょ。だからこれで3品目が出来上がりますよね。よし、しましょう。ここがね、本当はキノコがあると最高に、キャベツで美味しいんだけどね。ここでいいでしょう。キャベツ出来上がりだ。はい、いっちょ。キャベツの皮はこちら、キャベツの味噌汁が浸透してる間に、アスパラガスですね。これアスパラガスを用意しましょう。アスパラガスは、これは安売りのやつでしたね。今日の朝のキュウリがあるから少しだけいいですね。よいしょ、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 よいしょ。アスパラガス、あ、いけねえ。オイスターソース忘れた。あ、いやね。あ、いけねえ。豚肉塩かけの忘れた。まあ、いやね。なんでも、まあ、いいやねでね。出来上がりゃいいんで、うまく出来上がりゃ。はい、2、3、4ね、ここね、ほら、こっち側がほら出てきましたよ。エリンギの煮込まれて水が上がってきてるんですよね、これね。それで豚は全く、なんていうの、下にくっついてないですか。だから、こういうふうに。なんだね。で、さっき言ったように、これが塩で染めますので、塩の分量は一番難しいですよね。中学の部分だったら合格。こうやってこれにどん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 飛んでいきます。味がね、味っていうか、キノコから出た水が飛んでいきますよね。ここでバターで入れたりしたらいいし、豚肉の脂が十分出てますよね。だからもうこれで美味しく食べれます。そこに僕は最低最近の白ワインを入れます。白ワイン、こんなに白ワインがとてもこれご
ごまをね、入れてもうまいだろうね。で、今から入れて、ごまを。最近、ごまって入れるっていうのはもう、ほんと突然が多いですね。こうやってね。ごま裏入れてもいいんだけど。ごまって入れて。おー、うまそうだね。ちょっとこちらがもういいね。ね。はい、これで。はい、できた。よいしょ。で、入れ忘れてましたね。一生懸命入れましょう。薄揚げをね、入れちゃいます。キャベツ一番最初に入れなきゃいけなかったね。あの薄揚げもね、忘れてました。完全な薄揚げが入って入れてきますね。うん、キャベツがくたくた、もううまそう。味噌が入っていいですね、もうね。ここにはこっち小さいフライパン、はい、小さいフライパンにスパラ、この蓋だね。で、スパラガスが回ります。で、スパラガスと何をやるかというと、おお、落ちてる。スパラガスに何を回るかというと、牛肉ですね。チュ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 、音がし始めました。アスパラガスもやっぱ同じですね、豚肉をね、ただ乗せる。こっちは醤油の方がうまいと思う。本当は醤油&オイスターソース&赤ワインなんだけどね。まあこれでいいでしょう。下からね、せられますからね。で、こっち側がお味噌が入っている。今日は麦味噌を使っていきましょう。うん、うまそうやね、キャベツの麦味噌ちゃん。キャベツの味噌汁はあと何入るかな。ネギはあんま散らさないね、キャベツの時は。うん、甘みが出てる。麦味噌ってのはね、愛媛の国体で、あの四国の方で使われてるもんで。うまかったから買ってきちゃいましたね。これ焼くつもりだったんですけど、もう OK ね、こいつはね。はい、おしまいと。で、こっちがお茶かな、はどうかな。クイナはまだまだだね。ね、お、だからなんか黒いね。どうしたろう。殴られたか。誰にいじめられた。こんなこと言われて話すぐらいなら、最初からいじめられてねえよ。はい、今、チク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 って音がしてきましたね。これね、アスパラガスに火が通っております。昨日の豚肉
っと余ってんのがあったな。ほら、本当だね。もう焼き鳥はちょっと変わった味ですか。牛肉なんで砂糖を入れて、あそこに醤油、砂糖焦がしだね。実はこうやると焼き風味になる。うまいんだこれ。なんかね、それでちょっと一度だけは可愛い。で、十分に混ぜてあげれば OK だね。はい、終わり。で、次は再生料理。次の再生料理は昨日のカツですね。これをカツ丼にしちゃう。これはね、とっても大事。普通にカツとしてお弁当に持ってくると思うし、おじいちゃんなんかに食べさせるときにはもうカツそのままだと食べたりするから、玉ねぎを1個ざく切りにして浮かべます。これが面白いんだけど、このだしと醤油ね、その出汁と醤油だけでこれは十分美味しかったです。ただしコツがあるのでね、それが分かると僕は作ります。要するに揚げ物っていうのは油が表面の水分が飛んでますので、すごくやりづらいんですよね。美味しくないんですよね。まあ食うのは まあそのなんていうの、それだけでお弁当のおかずにして食うっていうのはまあそれでいいんだけど、親父とか僕みたいな人間、年寄りが食うにはちょっと。今回は2個使いましょう。
徐々に徐々に片付けながら皿の方に丸を切ってあげちゃったりしましょうね。これはちょっと食べにくいから切っておいてあげましょう。まあお弁当持っていくときはね、これを持っていくという感じになりますよね。まあこれで十分美味しいんですけどね。再生料理は再生料理でいただきます。このね、ガタ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 っと煮えてきますね。玉ねぎの甘みがすごく美味しく出てきますね。ちょっと水多かったな。まあいいか、こんなもんだね。玉ねぎがクタッとなるまで煮ます。で、醤油は結構多めですね。で、ここで卵と具材入れちゃうと卵がみんな水吸ってパンパンになってスポンジみたいになっちゃいますから、あんまりよろしくない。そういうことですね。で、どうするべということになりますが、ここら辺でね、こうやって入れてあげましょう。この身の鶏だよーっつってね、鶏が入って魚だよーっつって、エビだよーっつって入っちゃうよね。それでちょっと多めの青を入れて、エビだよー、カキフライだよーで、多めのお湯で、はい、みんなお風呂に入ったなんて感じですね。あったかい、気持ちいいでしょうなんて感じですね。うん、たまに甘くて美味しいですね。この過程で、昨日上がった時の美味しさがまたちょっと変わってきますね。で、こいつらを水で捨てます。捨てるんじゃない、一旦移しますね。で、この状態に戻します。カツ丼作り機なんかだと、こういうのね、見たことあるでしょ、こういうのね。こういうの使うときには、温度がものすごくガツンと上がってくれるんで、特にこうやって汁捨てなくても、卵がポーンと固まってくれるのね。ところが、このぐらい多く一緒に作ろうとすると、温度が下がりすぎちゃって、下がる温度の方が早くて、スポンジになっちゃうね。だから気をつけて。で、こいつらはこういう風にね、ここでね、蜜葉が散らしたりなんかするとね、美味しいんだよね、またね。まあね、これはもう何でも使えちゃいますね。何でも使うね。で、くつ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 ってなってるけど、フライパンにくっつくと悪いんで、火がつき出しましたところで、側の方からちょっと入れて、ちょっとほら、固まらないでしょね。それで熱が入ってきますね。ここで大体蓋をして、そうするとね、そうするともう綺麗な見えたになってくれますから、いいでしょうね。
で、こっちが見てあげると、はい、こっちも見てますね。見てあげると、ほらこういう風にね、なんか楽しく中まで切れてますよね。お、鮭もいい感じですね。チンと。鮭は先のせましょう。ね。よいしょ、うん、上手。で、こっちを見てやると、ほら、できてるね。あー、うまそうだね。それでもうちょっと再生料理としては、これを入れてあげましょう。うん、いいですよね。あの汁は大抵このまんま捨てちゃうことが多い、飲むことも多いけどね、美味しいですよ。最後はじいちゃん向けにキャベツを刻んであげるんですね。これがすごいですよ、キャベツスライサーね。これね、これは絶対買った方がいい、絶対買った方がいいやつでね。ふわふわに、本当にふわふわに切ります。ここね、実はこれ、2代目です。この間買い替えたんですね。そしたらもう全然口ごたえが違いますね。口ごたえじゃないな、口触り、口ごたえって言うと、うるせえ、知らねえよってやつだね。まあまあ、口応えされてる間が花だよね。仕方され出したら終わりですね。終わりじゃないよね、始まりだね。新しい人間関係の始まりってさ。ところが、これね、大変な問題がある。これ替え刃がつけられて、ここがね、外れるようになってるんですよ。そしたらね、こうやってポコッと外れちゃうね。それでここにこういう針がつけました。そしたらもう最高だね。あの、口に噛んだ感じが全然違います。今まではこっち使ってたんでね、これでね、ほら、こっちに変えたらものすごくいいです。なんていうと、なんか流行りの隙間だね、なんていう感じだね。こんなのが売れても大したことないかな。俺のブログで売れても大したことない。欲しい方のためにキャベツスライサーで検索するといっぱい出てきますね。本当に薄く切れるからいいよ。これがおじいちゃんの朝ごはんの用意です。はい、あと人参ね、人参も割ってあげた上で、見えてるかな、折れてるかも。割ってあげた上で、いろんなスライサー使ってるけどね、ついでながらこのスライサーも使ってみようか。これもね、買ったんだけどね、
これどうしてもダメだ俺やっぱり。これがこういうタイプが好きだね。うん、ねえ、レタスはこれが最初。レタスはさっきスライサー使わないね、手でやっちゃいますね。まあこれでいいでしょう。生野菜だね。今日はここまで。これから片付けをして、くてっとした後で朝ごはん食べることにしましょう。